無礼な態度は企業を破壊する。皆さんこんにちは。本日は無礼な態度は企業を破壊するというテーマでお話しさせていただきます。ここ最近ではパワハラやマタハラなど企業内での数多くのハラスメントが取り上げられるニュースを目にすることも多くなってきました。もちろんこのような無礼な態度を取るような人と一緒に働きたくないですよね。道徳的には良くないことですが、このような人は実は企業にとっても良くないことが分かっています。これは職場の雰囲気はもちろんのこと、その職場の金銭的な損失になっているということです。今回は無礼な人が企業をなぜ破壊するのか、またこれを見ていただいている人が無礼な人にならないために、礼儀正しさを高めるためにはどうしたらよいのかをお話ししていきたいと思います。自分は無礼な態度をとっていないかと思いながら聞いていただけると嬉しいです。まずなぜ無礼な人が企業を破壊するのかという点から説明していきます。ここでは無礼な人が及ぼすコストを考えていきます。大きく分けて3つのコストが存在します。1つ目は医療費です。無礼な人と話しているとどうしてもストレスが発生してしまいます。ストレスは特に健康に害を及ぼすものです。ストレスにより健康を害され医療機関を受診することも珍しくはありません。またストレスがたまると注意散漫になり、職場内での事故が発生する確率も高まります。このようなことから無礼な人がいかにリスキーかわかると思います。2つ目は業務非効率によるコストです。例えば上司があなたに無礼な態度で叱責してきたとしましょう。その瞬間あなたは注意力や集中力を奪われ心が乱れます。自分の持っている力を 100% 発揮できなくなるのです。注意力とか集中力が奪われるだけかと思った方もいると思います。ではもしそれが医師のような医療従事者だった場合どうでしょう。上司に叱責された後に大事な手術が控えていたらと考えると恐ろしいですよね。またあなたの周りにいる人にもその影響は及びます。職場単位で考えたら恐ろしいほど非効率になっているわけなのです。さらに無礼な人のストレスによって意図的に労力を減らしたり仕事の質を下げたりするという影響が出るようなのです。そしてストレスを感じた人自身も仕事に使うべき時間を奪われたと感じ、自分の業績は低下していると考えたり、組織への忠誠心がなくなり転職・離職が頭をよぎったり、顧客への対応が悪くなったり、悪循環が生じることになるのです。離職されてもコストはかかりますから、会社にとってはできれば避けたいところですよね。そして3つ目は外部に頼るコストです。もし無礼な人が会社全体を敵に回し訴訟を起こされたらどうでしょうか。また無礼な人により傷ついた人が訴訟を起こすことになるとどうでしょうか。外部の弁護士など専門家に頼ることになる場合がほとんどです。このようなことから無礼な態度を軽く見てはいけないということがわかりますね。個人のメンタルや体、そして周囲の人にもとんでもない影響を与えるのです。最悪の場合、取り返しのつかない事態にもなり得ます。しかし逆を言えば、礼儀正しい人が多い職場は生産性が高く業績も良いのです。礼儀正しさとは、人に感謝したり、人の話をよく聞いたり、わからないことは謙虚に人に尋ねたり、他人の良さを認めたりできる人のことです。実はこういう人は出世も早いのです。例えばあなたが部下に仕事を振るとします。能力はあるが無礼な人に仕事を任せるか、能力はそこそこで礼儀正しい人に仕事を任せるか、どちらを選ぶでしょうか。きっと礼儀正しい人の方に仕事を任せるはずです。このように礼儀がしっかりしている人は声がかかりやすいため仕事を得やすいのです。また無礼な人よりも人脈を築くことができ、リーダーにふさわしいと思われます。礼儀正しさのあるチームではミスが早く見つかったり、
人間関係での精神的な消耗が少なかったり、自分の意思で率先して行動する人が多く見られます。まさに企業の業績の後押しをしてくれるのです。では礼儀正しさをどのようにして高めていけばよいのか説明します。一つ目は他人からフィードバックをもらうことです。信頼できる人にあなたの普段の振る舞いをチェックしてもらいます。そこでの気づきをフィードバックしてもらう方法です。自分自身の振る舞いは他人から見てもらった方がよくわかるものです。そしてもらったフィードバックに対しては真摯に受け止めましょう。一つずつ改善していけば良いのです。効果的な方法なのでぜひ実践してみてください。二つ目は毎日日記をつけることです。日記にその日の気づきをどんどん書き込んでいきましょう。そうすると毎日の自分の変化に気がつけるようになります。自分が感じたことを言語化することで自分自身をさらに知ることができます。するといつどこにいるときに言動が良くなりやすいか悪くなりやすいか、またどういう状況のときに良い言動が多くなるか悪い言動が多くなるかがわかります。誰といるとき、どういう状況のときに短気を起こしやすいのかなどがわかることにより自分で対策を打つことができます。また日記は見返すことができるので過去の自分を俯瞰してみることができ、成長を感じられるのでとてもおすすめする方法です。3つ目は食う、眠る、動くで自分を大切にすることです。日々のストレスをため込まないためには規則的な生活が不可欠です。ベストな体調であることがある意味一番重要なのです。腹が減っては戦ができぬと言われるように、良い言動や柔軟な対応というものは空腹ではできません。不眠も同じです。また運動は日々の業務効率を高めてくれ、ストレスも解消してくれます。偏った食事や夜更かし、運動不足な方は多いと思います。まずは自分の体を大切にすることから始めましょう。あとは笑顔を絶やさないこと、相手を尊重すること、人の話に耳を傾けることなどがあります。部下の話を途中で遮ったりしていませんか？人によって態度を変えたりしてはいませんか？無礼な態度は人に伝染すると言われています。周りの人にも影響を及ぼします。しかし礼儀正しい態度も人に伝染します。これを見た方はまず自分が変わるところから始めてみましょう。礼儀正しさは人生を変えると思っています。多くの人のきっかけになれたら嬉しいです。では参考書籍 Think Civility、 礼儀正しさこそ最強の生存戦略である、クリスティーン・ポラス、東洋経済新報社。本からの学びチャンネルでは全ての動画に関して出版社に著作物使用許可をいただいて解説しております。これからも本から学んだことを分かりやすく伝えていきますので、もっと学んでいきたいと思った人は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。